こんにちは、ロボノーズです。ハッシュタグ8になるのかな、これは。ですね、全部1日バーって撮ってるんで、前回の収録が12月20日、今回が2月13、2ヶ月空いてのね、あれなので、ちょっとね、いろいろ忘れてるとこがあるんですけども、湘南ベルマーレ戦ですね、やっていきましょう。まあ、フォーメーションこんな感じにしたんですね。なるほど、なるほど。ああ、で、石井が怪我していればすぐ戻ってくるよと。現実だとね、ちょうどウェルトンが入団決定したってところで、俺の世界は止まってる、俺の世界は進んでおります。みんなはもしかしたらあれかな、開幕戦勝った負けだで喜怒哀楽一喜一憂してたりするのかな。俺も開幕戦参戦するんでね、まあ、どうなってるのかわからないですけども、このメンバーはこの試合やっていこうと思います。谷、半田、三浦、赤、ニョーモン、黒川、ラビ、ダワン、アラーノ、杉山、メッシのジェバリ、ちょうどね、俺のこの収録日の4日前ぐらいかな、エディオンピースウィングスタジアムで試合したメンバーとはね、なんと4人しかいないと。あ、5人だ、5人しかいないね。つまり6人も別のメンバーがスタメンに名を連ねてるということで、去年のガンバ大阪を払拭して新しいシーズンを迎えようと思ってね、収録してたんですけども、もうとっくりシーズンが始まってしまっているという状況でございますが、相手には大野瀬とかね、町野がいますけど、とりあえずキックオフ。さあ、コーナーキック、黒川。あ、黒川のコーナーキックは芸術であるらしい。お、いきなり先生。三浦。やるじゃん。やっとさんがコーチになったのをね、この主力かな。だから前回はどうか、なんか、あ、こいつ何言ってんのみたいな、送りすぎじゃない情報みたいなとこあったらね、しっかり概要欄の、収録日というところをね、見ていただいたらいいじゃないかと。はい、この動画にはしっかり2月13日収録と書いてあると思うので、概要欄しっかり、読んでもらえるとありがたいですね。前半10分、三浦健太のヘディングで先制。支配率悪いね、 40% 支配。おお、もう一回惜しい。もっと支配していきたいんだけどね、俺の目指してるサッカーは。さあ、コーニョーもね、いなくなっちゃったからね、なんかね、変な感覚ね。ラビ18番、もう6番のね、ラビのユニフォームは、ね、購入したんで、じゃあ早くライセンスやりたいな。もうこのシーズン、いやでもこのシーズンで参加とじゃえばね、このシリーズ終わっちゃうんで。お、メッシド来たね、2点目、前半40分、マジか、いいね、調子いいよ。これ現実だとね、前半でマッチのに4点取られるって多分ボコボコされた試合だったと思うんだよ。いや、よかったよかった、本当にあの試合は見てて苦痛だった。さあ、ハーフタイム、
満足してます。ご飯もこの調子で、ちょっとハッシュタグ7とかのね、7だっけ前回、これハッシュタグ8だよね多分。もうあの内容ですね、すっかり忘れていて、どっかに買ってたんですけども、まあ、ざっとね、保存されてるね動画をガガガって見返して、あーなるほどねみたいな感じで、もうそのまま撮ってるんで今もう、なんか新しいチーム指揮してるみたいな気分になってます。オフサイドね、そこのフリーキック三浦が蹴るんだ、キーパーに蹴らせていいと。大野ってそっか、英語だとあーなんだ、オーノーみたいになってるじゃん。おっと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 、あぶねー、阿部ちゃんオファー出しちゃうから、阿部ちゃんにやっぱ三冠を知る男必須なんで、ね、ジェバリー、メッシの、おお止められる。なんか俺は結構このアウトスイングのコーナーが好きなんですよ。キーパーに取られない、ガンモ、現実のガンモースかなんかインスイング多かったですね。あの広島戦しか入ってないんでわかんないですけど、リーグ戦どうなってるか知らないけど、てかリーグ戦どうなんだろう、このちょっといつ出すとか本当に何も決まってないんで、気分で編集して気分で投稿してみたいな。なんでちょっと開幕まで出せれたらいいなって感じだけど、出せなかったらどんまいです。ちょっとねリアルタイムっていうか、もう収録日の翌日ぐらいには出したい気分なんだよね、うん、ちょっとなかなか編集がめんどくさいっていうメタ発言が、だるいんですよこれ。 PS5 って3分までの動画しかスマホに落とせなくて、スマホで編集してるんですよ。だからこの今撮ってるこの PS5 の録画を PS5 の中で3分ごとに区切って、それをスマホで保存して、そこから編集ソフトに入れて、編集ソフトでその3分ごとに区切ったやつの時間を、ジェバリー惜しい、3分後でクリったやつをくっつけてズレとかを直して、そっからこの俺が今スマホでマイクを録音してるんですよ。このスマホで録音したものをつけてね、 BGM つけてでやっと完成で、サムネいじったりして投稿設定してみたいなですね。ちょっとね、めんどくさいって言ったらもうやめちまえって感じなんですよ。ちょっとね、なんかすごいやる気が出るときにはね、もうすぐ進むんだけど、あれやる気が出ないときにマジで進まないっていう問題があって、ネタラビが疲れてるんで、山本勇気ですね。もう山本勇気ね、別になんか言いたいことがあるわけではないです。はい、自分の選んだ道でね、しっかり活躍してくれればね、いいなと。あ、今日 ACL あるのか。あ、今日っていうのは2月13日ですね。現実の、川崎フロンターレ方も ACL やってますね。で、ちょっと選手疲れてるんで、中央に倉田入れる。左、弱めにしようかな。鈴木武蔵なんか左ってキモいもんな。この形で、やっていこう。ファーラーの右。さあ、半田。おお、三浦玄太だった。すごいね、コーナーから2点目。まあ、いいんじゃないですか。3-0。圧倒してます、もう相手を。サイドバック疲れるんだよな、多分この戦術。俺、ね、サイド攻撃結構下にしてるかもしれないね。もしかしたら設定で。結構サイドの選手がすぐ疲労、溜まっていく感じ。3-0 勝利。もう、満足します、僕は。結果にも内容にも。さあ、ああ、まあ、川崎がまだ試合しないけども、暫定首位ですね、6試合終わって。まだ無敗です。はい。
三浦健太向上でしたね。2点。2得点。さあ、川崎これ混じってくれた、大きい。さあ、どうなるか。どうなるか、どうなるか、どうなるか。お首位浮上。無敗。名古屋とガンバだけ。無敗で、ガンバ大阪首位です。6試合終わったところで。さあ、こっからなんだよね、大事なのはね。追われる側になるとね。追われる側になるのは難しいですからね。じゃあ、ルヴァンカップあるんで、もう、このまま、ルヴァンまでやっちゃうか。よし、やろう。もう、バッてね、バッてルヴァンまで撮ります。で、そしたら、ね、収録終わって、こう、ハッシュタグ8が終わったらね、現実世界ではもう1分も経たずに、ハッシュタグ9のね、撮影が始まってるんですよ。まあ、そんなことは言わずに置いておきましょう。あと、ネタラビがね、スタメン登録されてないのが僕はすごい腹立ちます。ちょっと全試合、後で、直していこう。福岡賞と試合会戻ってない。まあ、途中高尾とか入れるでしょ。レッツゴー。さて、さっきのリーグ戦とは何が違うかっていうと、2得点を決めてくれた三浦健太選手が、累積で出れないということでね。今、退場マークついてるね。なんか赤マーク、赤い。レッドカードもらったのかな、なんか覚えてないけどね。体調マークついてたんでしょ、出れなかったっぽいんで。代わりに福岡翔太。福岡翔太がヘディングを決めてくれることを祈って。J バーリー、惜しい。鈴木財をいますね、相手。一回見ていい？本当に出場停止だったか。三浦健太が。俺なんか今、パッと見で、三浦健太、あれにしたけど、ちょっと、どうやって見ればいいんだろう。ここからいけるか。あ、停止だよね。よかった。よかったってわけじゃないけどね。ちゃんと見間違いじゃん。ちゃんと出場停止だった。今の時間めちゃめちゃ無駄なんで、ちょっとカットしようか。おぶねー、臨戦。リンセン、ホセカンテもいるし、そっか、ホセカンテはまだ引退してないね、この時はね。この時はっていう、さあ、ファーラム、おお、伊藤ほんと羨ましいな、ああいう選手が出てくるの。まずい、小泉、いやー、そこで潰してほしい。ナイス、行こうか。まだあるか、岩尾。支配率互角、シュート数も互角、サハンダリク。ファーラム、おお、縦に出して杉山。クロス、ダワン。おー、惜しい。惜しかったね。まだ、リプレイが続くということは、もしかしたらこの流れで何かあるのかもしれない。あー、嫌な方向に進んでるかもしれない。まずい、おっと、まずい、キーパー、おーし、リンセンに点取られましたね。浦和レッズ熱いゴール。じゃあ12分、もう相手のゴールをスキップします。プレースキップで、もうセカンテからリンセン、もうどこの国のチームか分かんないよ、ね、浦和の補強もね、すごいね、ヨーロッパからね、羨ましいよ。もちろんガンバもね、いろんなとこからいろんな選手取ってきますよね。もっとグローバル化したらいいと。だから J リーグはもっと外国人枠増やしてもいいと思う。5。まあ5でも十分っちゃ十分だけどね。まあそっか、半分外国人出せると思ったら十分すぎるな。そんなこんなで話をしていた前半終了。
ちょっとこれは失望です、このチームに。もっと気合を見せてほしい。ガンバ大阪というクラブに対する気持ちを見せてほしいです。さあ来るか、アウトスイングのコーナー。もう一回かな。さあ来るか。いやー不幸か。それじゃ三浦からスタメン奪えないぞ。ディエゴからも。まずい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 。あーそれはずす、あぶねー。今完全に終わったと思った。ちょっと選手が疲れちゃってるね。やっぱ連戦続くと疲れちゃうね。みんな頼むよ、もっと気合を、気合と根性で。石井ボランチできる？できそう。石井のボランチやってみよう。さあ、ん？クリティックか。石井、狙うか？クロスか。狙う。惜しい。さあ、あと15分。15分でお前ら何ができる？サメシの。取られないでくれ。関根。まずい。ナイスディフェンス。さあ、クリア。さあ、ジェバリ。ジェバリ。自分で行ってもいい。ああ、こんなところで急に。ファーラードが疲れています。ファーラード続投で、こうします。アラーノ、死ぬほど動けるんで大丈夫です。はい。秋元のシュート、お！そんなフリーキックが決まっちゃう。さあ、今シーズン、公式戦、初の敗戦なのかな、これね。悔しい試合。いや、3点目は取られないでくれ。ルヴァンカップで裏相手にボコボコにされたと、もう現実通りにしなくていい。あぶねえ、ナイスタリー。まあ1点返そうぜ、こっからカウンターで。ノー、おーオフサイドないか。絶望的な3点目を捉えた。これはちょっとチームに改革が必要ですね。はい、もう怒りです、これは。大激怒です。先に失点すんだよって試合で、なんで先に失点すんだよ。まあそんなこんなで、川崎、次の試合はね、川崎、これハッシュタグ9大事なってきますけれどもね、俺はすぐ結果を知れると。はい、七谷さんは次の動画をお楽しみというところで、今日の動画はここら辺で終わろうと思います。ハッシュタグ8では、湘南に 3-0 でも浦和に 0-3、まあ、ルヴァンカップはちょっと本気で戦わないといけないなと、リーグ戦と過密日程の中でね、やんなきゃいけないなという状況になってしまいましたが、まあ、頑張ります。では。